この帝国ホテルのタイルは非常に独特なデザイン、そして独特な色味を醸し出しておりまして、これが実はイナックスのオリジンでもあるわけです。かの有名な建築家フランク・ロイド・ライトがですね、この特徴のある外壁タイルですね、それをどうしても使いたいということで、日本中のいろいろな陶芸家、それから窯業の会社ですね、そういったところと試行錯誤を繰り返してきたんですけど、最終的に行き着いたところがですね、常滑にある稲製陶の元の会社であります窯元だったということです。このテラコットタイルをですね、作り上げるまでに数限りない試行錯誤、それを繰り返したというふうに聞いています。変化し挑戦するということにこだわったからこそですね、世界に類を見ないこの特徴あるタイルをですね、作り上げることができたんだというふうに信じています。このテラコットタイルから始まりまして、衛生陶器、そして国産初のシャワートイレ、サニタリーナという形で企業の規模も大きくなりましたし、作っているものもですね、非常に近代的なものへと、消費者の方々の生活のその基盤となる水回りを支えていくと、そういったところへと志が広く変わっていったんじゃないかなというふうに考えています。水というのは日本人にとってとても神聖なものであって、またとても身近で馴染みやすいものだと。その水をですね、化学することでですね、いろんな機能開発を行ってきました。具体的に言えばセラミックであり、シャワートイレであり、そしてスマートアクアです。いずれについても水を中心に考えた技術でして、水を使う人を考えた、言い換えれば人に寄り添う技術を私どもは追求してまいりました。特にサティスにおいてはですね、タンクがないのでトイレの空間が広く使えると、用を足すための空間からですね、例えばお客様のおもてなしの空間へと新しい価値をこう創造することができた、その発想のもとにはですね、タイルから始まって空間発想があったと。商品の形だけではなくって、その商品を置いた空間、そしてその商品を使う人、そのことを考えてデザインに取り組んでおります。100年の歴史を振り返って最も大事だったものは何か、やはり人に寄り添った技術に考え抜いたデザイン、そして水を中心に考えたこと、これでないかと。この考え方はおそらくこの後の100年も変わることなく、私どものオリジンとして息づいていくことは間違いないというふうに考えています。